ニバー。こうやって、こうやって、はい、はい、もう切らなくて、あの、そのままです。ほらほらほら、奇跡ですね、先生。はい、どうも、はい、どうも、現代忍者タグですね、ねんぴょんぴょんということでね、はい、今日は何ですか。はい、ある武術に興味を持ったんですよ、はい、ある武術は何ですか。東南アジア最強の暗殺武術って言われているシラットってご存知ですか。いよいよシラットになってきたんですね。いよいよですか。いよいよですね。稲川先生の動きを、うん、まあ、僕の一般人目線で見ていると、はいはいはい、ああいった手さばきが、うん、なんかそのシラットの動きに似ているのではないのかなと思ってから、うんうん、あ、素晴らしいですね、それは。動画をチェックするようになったんです。はいはい。そしたら、まあ、ある方にこうつながって、うん、じゃあ今日は達人をお呼びして、うん、シラットを紐解いて、うん、教わろうではないかと、うん、共通点とか類似点があるのではないかと、うん、ということでマスターお呼びしてるんで、うん、来ていただきましょう。本当に来るの。いや、もう先に行くだ。あ、そうだね、うん、ではお願いします、はい、岩田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで岩田先生ね、はい、渋カジファッションですか、それ。あの、腰に巻いてるのは。あ、これはサボンっていう東南アジアの腰巻きなんですけ ど、こういうのを履いたりして戦うことが多いですね。これも場合によって武器として使ったり、あれなんですよね、いろいろなものを武器にしたりするっていうのもあるんですね。そうですね、うん、あの、本当に身の回りにあるもの何でも武器として使えるものは使っちゃうっていうコンセプトなんですね。それはまさに逆に言うと俺ら戦術と一緒だよ。俺もそのいろいろなものを武器にできるわけだ。確かに、雑誌で戦ってるやつがあるからね。目のなんかそこにあるものを戦ってるからね。戦うシリーズやってるからね、うんうん、まあ、あの、先生、あのシラットのね、はい、今あの指導されてると思うんですけど、どこで指導されてるんですか。はい、私は今、定期教室として、はい、新宿で、はいはい、毎週木曜日の7時から9時と、はい、土曜日の、はい、3時から5時、はい、あと、7時から9時の3コマ今、はい、練習してます。結構生徒さんもおられるんですか。そうですね、はい、もう今会員は50人を超えたので、はい、じゃあこのね、チャンネル見てもらったらですよ ね、またね、問い合わせあるかもしれないですけど、ぜひ、はい、興味持っていただいて、うん、はい、先生、あの、僕ら、まあ、坂口は分かってると思うんですけれども、まあ、僕ら視聴者の方も一般人から考えたらシラットって何なんだっていうふうに興味を持たれる方おると思うんですけれども、はい、単純にそのシラットって何なんですか。そうですね、あのシラットは東南アジアを中心に普及している武術ですね。はいはいはい、はいはい、それがいろんなところに、まあ、例えば東南アジアの軍隊ですとか、うん、あといろいろな護身術ですとか、うん、そういうところに普及して、うん、今はあの欧米とかヨーロッパとかも普及して、うん、そう、世界的に人気が高まっている武術の一つですね。ルーツは何なんですか。もともとはシラットってことはマレー語なので、はい、マレー半島あの発祥だとは言われてますね。はあはあはあ、でそこでマレー半島であの発祥した今の戦い、戦闘技術がいろんな技術を、うん、あの加味しながら、うんうん、育てていったのがシラットと言われてますね。なんか動き的には無エタイなような要素も感じられるんですけど、それって間違いですかね。なんか、あ、いやいや、実は無エタイももともとシラットと原理場所だと言われていて、はい、ちょっと人って喧嘩しちゃうと、はい、必ずどっちかが怪我したりとか、はい、体が壊れていってしまうものなので、はい、あの武術と格闘技っていう2つに分かれてるんですね、練習方法として、はいはい、で武術は金で決めつぶし何でもいいんだけれども、はい、実際にやると怪我してしまうので、うん、当てるイメージで止めちゃうというのが武術で、格闘技は顔とか目とかはやめて、その代わり思いっきり全力叩いていいよというのが格闘技なんですね。なのでムエタイとかそっち方向で普及したのがムエタイで、武術としてあの発生していったのがシラット。理解していただくと分かりやすいかなと思います。だから分かりやすいじゃん、うん、要はさ、格闘家の方とね、うん、ね、ここでもさスパやろうねってあっても、うん、武術家同士ってやっぱできないのは相手の前に入っちゃったら大怪我するから、うん、だからあのそういう違いだと思う。うん、まあ、いわゆる本来は殺しの技だからね、暗殺術と、うん、やっぱりそのリングにっていうこの2つに分かれているのシラットだから、どちらかというと暗殺術の自分たちに近いじゃない。そうですよね、うん、競技もありますもんね、シラット。あります、あります。あの、はい、むしろそれ空手とかと同じだと思っていて、うん、武術的な肩稽古をやってるのを中心にしながらもスポーツとか格闘技として、うん、あの実際に戦ってフルコンみたいな形で練習したとこもあります。はあ、先生たちはじゃあまずこの初心者が来られた時にまずシラットの何を教えていくんですか。あ、本当に簡単な突きの仕方と、はい、そのさばき方、それから立ち関節みたいな形で練習して、はい、
まずは武器も使わず素手で。そうです。あ、じゃあタコちゃん一回その素手での その動きっていうのを痛い、ね、見させてもらいます。見させてもらいます。はい、今日はね、はい、先生のところからね。ね。あんま俺らのチャンネルだから珍しくね。うん、すごい個が強い、うん、お弟子さん。お弟子さんは今日一番個性的にね、ね、皆さん。ということでお弟子さんちょっとお呼びしてちょっと技を、まあはい、見せて基本的なシルエットの技とか、ね、ちょっと知りたいので、はい、先生今日ちょっと教えてください。よろしくお願いします。すいません。じゃあ始めましょうか。はい、ちょっと待ってください。ネパールの方ですよね。中国憲法マレーシアです。あ、マレーシアの方ですね。嘘ですよ。なんやそれ。え、本当けど90です。よく映画とかで出てくる、そうね、殺し屋みたいな感じの雰囲気じゃないですか、うん、だから我々その来られた時に子が強いなって言うんだな、そういう意味です。はい、殺し屋かもしれない。殺し屋かもしれないですね、うん、はい、じゃあちょっとあの簡単に動きの方、はい、教えてください。それではまずキラコをやってみましょう。キラコは相手側のパンチをさばいてカウンター返す練習を相互に繰り返して手の動きを覚える練習です。はい、やってみます。最初のうちゆっくり相手側パンチを左手、右手、左手という形でさばきます。左手、右手、左手という形でさばきます。慣れてきたらだんだんとスピードアップして練習します。おー、なるほど。その武術とか格闘技って、うん、相手側のパンチをワンハンドで受けてワンハンドでカウンター返せば必要ないので、はい、なんでこんな無駄な手をいくつもなすのかっていうよく質問があると思うんですよ、はい、ただこれって要は相手側もしかしたら武器持ってるかもしれないという手で、はい、やってると思います。もしナイフだった時に、はい、相手のあの突きを今と同じようにカウンターで返そうと思ったら、はい、引かれてしまって切られると、はい、これ無駄の無理ですからね、はい、そのために手をたくさん出して相手側の手を掴むための練習として今のキラップをやっていると思うんですね、はい、似てるな。すごく似てますね。タコさん、その似てるところの要素をちょっと今入れていただけますか。どういうところを、はい、ちょっとこう例えば先生今みたいにこうこっちで僕らもあの実は左からこうさばくんですね、はい、左で一回線をずらしてからっていうのでなんかちょっと似てますよね。無駄に、あ、似て、同じですか。やっぱ同じだと思います。お、結構大田さん本当そうなんでしょ。こうだから。ああ、先生どうです、やっぱり似てますか。キラコさんのそのものですね。ほら親戚ですね。先生、僕はじゃあシラットの人間ですね。はい、そう言っても過言じゃないですね。ということは今日嬉しい親戚のおじさんが来てくれたんだそういうことですよ。ということは今のこの素手のやつは少し練習したらすぐできるのかな。そうですね。じゃあ先生ちょっともうちょっと続きの方をちょっと。ああ、先生ありがとうございます。やっぱり似てるわ。謎が解けてきた。解けてきた、うん、あのただ実は私のところ攻撃のやり方をしてくれって1分では教えてないんですよ。ここはちょっと私どものちょっと練習のコツなんですけど、はいはい、コンセプトを説明して、うん、あとは好きにやってねって結構教えてるんです。で、例えば一つ教えた後にここからこちらに外せばいいのであれば、例えばこうやって外してもいいんです。そうですね、こうやってこうやって外してもいい。はいはい、カウンターで返してもいい。はい、あとは相手側の手首がもし外れなかった時に、はい、外れない時はこのまま押し込んじゃって、うんうん、コンセプトはそのままにしていただいた上でいろんな練習をしてくれるというふうにやってるんですね、うんうん。今日はナイフがくっついてきたときにここに親指と4本指で押さえてるので、このままで手を折り曲げようと思うとなかなか引っかかって外れないですよね。なので親指をできたら向いてしまって、向くというのは中指と薬指で外してしまって、でここに隙間を作ってここの隙間を向こう側にビタッとくっつければ外れるというコンセプト。つまりこれさえ守っていただければどこで外していただいてもいい形です。なるほど。じゃあもう坂口さんはその基本のコンセプトを できているんですか。ちょっとそれはそうだと思います。そのもの、はい、シラットじゃないですか。シラットなんですね。シラットでやってあとはおまけでっていうのでなってるんだ。
我々そのゼロ距離戦闘術稲川義孝先生から教わってるんですけれども、うん、そのルーツも紐解くことができて、うん、ちょっとね本当に親戚のおじさんに会ったような感じですね。そうそう、ああルーツだ ね、ルーツだね、うん、そっから要は変化させてるんだよ、ね、はいはいはい、はい、面白いね、面白いですね、うん、じゃあ先生、はい、ナイフディザームの他の何か技ってございます？一発一発の突きじゃなくちょっと相手がですね、まあ、変質者っぽいめった出しパターンの場合ってどういうふうにさばけばいいんですか？基本的に上から来た時も自分のチャンスの時に掴めばいいと思ってるんですよね。はは、掴めない時はさばいて、はい、掴めると思った瞬間に掴んでディスタンスを、はい、じゃあ先生ちょっと相手の方変えて、はい、素人のヤバいやつがわーって来たような時の対処方法みたいなのを教えてください。よろしくお願いします。太田が選ぶんじゃないちょっと待ってください、タクちゃん。太田が選ぶんだよ。素人っぽい感じ、ぽいですね、素人担当多いっすね。シラットのすごい、一応筋肉をいい筋肉してますよね。あ、なんかすごい失敗。いやね、ちょっといいですか？何の T シャツ着てるんですか？あ、タヌキです。はいはい、バケタヌキ。足が前にして倒れてしまうというのは私は一つの解決策だと思ってます。うん、要は疲れた時に怖がって腰落としちゃうってことですね。はいはいはい。それでこの足がちょっと手で倒して逃げる。はいはい。基本的に足は外側に。はい、押せば倒れる人間はできているので、はい、外側に体を体重をかけて倒しちゃうというのが一つのポーズなんです、うんうん、で例えば相手がナイフ使った時にこうやって取った時にここに足がアクセスしちゃう、はいはい、腕かけてもいいですし膝を下に押さえてもいいんですけど、はい、足の側面を足の側頭にくっつけて、はい、このままこう振ったんです、はい、ただ今のは武術的に練習の仕方なんですけど、はい、多分振られてるとなかなかあんな風に綺麗に入れないので、はいはい、例えば今と同じ風になるのにさっきこの形になってしまったらここから足を倒した、うん、逆にこう先生今のとか戦闘術的にいいですよね。怖がっちゃってお芝居してやめてくれって言って自分で寝そべっちゃえばいいじゃん、ほんで足かけちゃう、で逃げる。じゃあちょっと一回やらせていただきますか、うん、だから一般の方が来ただからこうしたら、はい、いやこうやってこうやってくださいってこうするってことですね先生。そうですそうです。でこことこっち側ですかね。そうです。でここで倒しちゃう、うん、なるほど。ここであとはもう逃げちゃう。でも一般人的目線で言うといきなり寝なくてもなんかこうディザームしてて結果寝転がっちゃってそうなるんだったら納得いくんですけど、ディザームしちゃってのはもうだって強さが出ちゃうじゃん。最初からこうやってディザームしようとかなった時点でもうたこの人戦うじゃんってなるわけ、はいはいはい、そうすると突き刺すっていうのももっとなる、うん、はあ、じゃあなるほど。じゃあお芝居で押し砕けたお芝居をして足をやった方がリスクは少ないわね。だから何でもそうだけどちょっと武術習ってるからってね、うん、ナイフ持ってる人間にちょっとでも行くでしょ、うん、それも逆上するから、はははじゃなくて、うん、もう腰砕けましたってお芝居を一個入れて逃げるために仕掛けるとか。なるほど、つながりました。実際押されたらほとんどの人が死ぬからね、逃げるための道を先生やった方がいいですよね。あ、本当に瞬間に全てを理解されてる。納得しました、はい、意外に、ね、危険なのよ。じゃあちょっと一連の動作よろしくお願いします、うん、はい、来ました。うわーって腰を砕けちゃう、はい、やめてくださいって時にこことここでいちゃっちゃう。え、そんな簡単にこの巨体が倒れます？あなたじゃあ来てください。本当今ファンタジーじゃないんですか？ファンタジーじゃないです。ちょっと待って、はい、足つっちゃってこんなことしないから俺よく考えたら先生、私のディザームできるのに本当はやる必要がないですよね。そうです、おっしゃる。じゃあ足田が今の膝で巨体を倒すことができるのかっていうのをちょっとやってみましょう。はい、押し砕ける、はい、ああこういう感じ。そうだね、そうだな、そうだったらいけるか。じゃあ私はい、もう一個、じゃあこんな人にも通用するのかっていうのがあるんですね、うんうん、先生のお弟子さんでもう一人でっかい人いるじゃん。でっかい人いますよね。それで先生が倒せれるかだよね。そうなんです、うん、先生3人目の飛脚よろしくお願いします。はい、じゃあおじゅんさんお願いします。おじゅんさん、はい、ちょっと待ってください。おじゅんさんです、おじゅんさん、はい、そのおじゅんさんがこの方なんですけど、ね、でかいな。でかい、これもうガチガチですね。これやっぱ新日のプロレスラーね。これウェイトトレーニングでシラッとシラッとで、はい、えシラッとってそんな体になるんだ。なるんだね。結構みんなだけどガタいいよシラッとしたら。いやなってないでしょ全然。まあ私は力使わない派なんで。あ、なるほど。じゃあこういう剛腕タイプの見るからに強そうな人間が
さっきのあれが通用するのかっていうのをちょっと 見たいです。こんなつおこわもてに、ちなみに体重何キロですか？90です。体重がある方がもっと痛そうに倒れますね。力が外側に入れば、まあ、同じように誰より体重何キロでも倒れると思うんですよね。いや、これは納得しました。はい、はい、一般人目線でこれは倒れる。だから戦闘術だったら逆にその壁にね、コンクリートに近いところでわざとそれを倒れてやったら、ちょっと頭がね、ぶつかるようにするとかね。膝こうやられた時ってもう倒れるのを耐えることってやっぱできないんですか？できないですね。できないですか？人体構造上多分絶対倒れる。じゃあ先生やっぱコツは本当ちょっと勇気を持って中の方まで入っていって、ね、そうですね、ですよね、うん、ちょっと遠目から足でちょこちょこちょこってやるぐらいじゃダメだってことですよね。そうですね、特に倒したい時にはやっぱりある程度入り込んで、やっぱり上から刺そうと思ったらなかなか近づかないと刺す方が刺せないんですよね、うん、なので相手側の足元に近づいた時のチャンスの時に今みたいな形で刺す。じゃあ先生今武器持って力のある方がおられますけれども、はい、武器持ってなくてこういう方がこうわーって来た時とか、はい、なんかその戦闘のあれを教えていただければ。普通に構えていただいたところから、例えば、相手方がワンツーとかでボクシングタイプで打っていく時には普通に手でさばいて、これでも倒せば倒せば倒せますね。あと相手側の背が大きいというのは、私たちは懐に入り込むのがあるので、例えば右足とか踏み込んで大きく振ってくるようなタイプの人の時にはこっち側から入っちゃいます。うわ、うん、これ転じと仕組むかという技なんですけど、これは背の高さによって実は技が変化する技なんですね。例えばちょっとごめんなさい、背の低い方だと、この技の時、例えば今の技をかけようと思うと実はあんまり良くなくて、はい、わざわざ大きく回復ってしゃがんで入らなきゃいけないので、わざわざ難しいんですよね、はい、でその時にはそのまま上にアクセスしながら入っちゃう。うんうん、で相手の体格とかにも分けて、わざわざ切り替えるべきだそうですね。うん、今のだったら納得ですね。あんな90キロのパワーのありそうな人間がこう圧力かけてきた時、まあシラットだったらどう対処するのかなっていうのがちょっと興味を持ったんで、はい、質問させていただきました。タクチャンネルで、ちょっとさっき忘れたけどさ、それこそさ、さっき長かったでしょ、はいはい、多分先生とかね、この格好だったらまさにこの腰の布とか使うと思う、はい、俺たちも布使って内部ディザインもするから、じゃあちょっとそれは後編で教えてもらいましょうよ。前でね、やっぱ身近なものを使った方が、うん、よく考えたら身近なものを使うのもシラクの人間だし、はい、俺も現代忍者でも身近なものを武器にするじゃん、はいはいはい、だからそこは一緒なわけだから、今日分かったけど親戚なんだ。そうですね、じゃあそれをね先生武器にもなるっていうことをそれやってもらいましょう、うん、で、あとそのね、タクちゃんが聞きたかったカラミットナイフ、そうと手の戦い方、そう、はい、楽しみだね。じゃあこのチャンネルがね、いいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします、はい、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ウィーバー